これは稚内まで、稚内まで、あれ26キロですが、実際は40キロちょっとあります。46キロぐらい、6月20日4時7分出発します。岬まであと27キロ、ちょっと天気が怪しいです。はい、はい、おかえり。はい、最北端に着きました。はい、お疲れ様でした。6月20日、はいはい、あ、電池がない。6時6分です。はい、到着。はい、お疲れ様。はい、九州最南端佐多岬から、北海道最北端の宗谷岬までの徒歩での日本縦断、いかがでしたでしょうか。北海道に入ってからは、地元であることもあって、ちょっと映像とか写真とかが少なくなっておりました。1日平均50キロ近く、2ヶ月以上歩いてましたが、体重的には1キロぐらいしか減りませんでした。以前寄れなかったとことか、縦断を目的としてたので観光地ともあまり寄れませんでした。そこで今度暇もできましたので、今度は徒歩ではなくて車で、あちこち、観光してみたいなというふうに思っております。
その動画も、上げる予定ですので、ぜひご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。